はい、エンジョイランのりょうです。今日は痛みが出た時なぜ病名を知りたがるのかというお話をしたいと思います。私は整体師なので病名をつける立場にはありません。だから病名はそんなに必要ないというのが一番最初思ってました。ところがいろんな方の痛みに対して施術をさせてもらうたびに、いやいやこれは整体師だからとか関係なく、これって全然病名なんて追っかける必要ないんじゃないかなっていう風な気持ちに徐々に変わりました。だから今は本当にわざわざ病名を私が探ることはしません。おそらく一般的にはね、病名を知りたがるということは、要するに今だったらもうネット検索でしょう。それでここにはね、この関係性があると思うんです。まず痛みが出ましたよ、これに対してはやはり何らかの原因があるはずなんです。で、これに対する解決方法があるわけですよね。解決これも知りたいし、これも知りたいわけですよ。ネット検索をすると自分の思い当たる病名が A、B、C、D、E と、まあ5つぐらい病名が出てきたとしましょう。そうすると自分がこれなんかな、これなんかな、どうなんだろうって読んでいくうちに分からなくなることがあります。で、ドンピシャリっていうようなものが見つかればいいんだけど、意外にドンピシャリとなかなかいかないことの方が多くないですか？これも当たるけども、これにも値するし、これもありそうだなみたいな、結局なんかあやふやなまんま終わってしまって、結論的にネット検索をして調べて、いろんなものは一応読んではみたけれども、わからないで終わってしまう。そのうち忘れる。痛みが消えたらもっと忘れる。こんな感じの、こう、なんていうのかな、これどう言ったらいいの、こう堂々巡りでもないし、なんて言ったらいいのかな、大変失礼な言い方をするんだけれども、無意味な無駄な時間をここに費やしてる、そんな気がするんですよね。それよりも、まあこれランナーで話してます、ランナーね、ランナーで話をしているんだから、痛みが出たら解決方法は何を調べようが誰に聞こうが関係なく、まず休むかトレーニングの内容を落とすか、どちらかを選択するべきですよね。今と全く同じ状態で痛みを取ろうなんていうことを考えるから、堂々巡りするんじゃないんですか。まず思い切って休むということができないわけですよ。これほとんどの人ができないんです、これね。で、トレーニングの内容を落とす、例えば速度を落とす、距離を落とす、頻度を落とす、いろんなものを落とせるじゃないですか。そういういろんなものを落としていったらいいんだけれども、例えば大会がここにある、
それに向かってのスケジュールを自分で考えている。やっぱりこれを落としていくとここに間に合わなくなる、そういうような恐れがある、自分で不安になるというようなことから、これもなかなか選択できないから、結局今までとこれ同じことをやっていく中から探りたいわけでしょ。そもそも言うよ、もうそもそもです、ここの選択が間違ってるんじゃないですか。この痛みが小さなものであれ、大きなものであれ、どんなものであれ関係ないんだけれども、今までと同じトレーニングをしながら解決はほとんど難しいと私は思います。それは一部できると思いますよ。この痛みの度合いとか痛む箇所によってはね。でもなぜ落とせない？で、痛みが大きくなって、例えば病院に行かざるを得ないようになってしまった場合、必ずお医者さんから言われる言葉があります。オーバーワークですね。ここ。なぜこうなっちゃうっていうところなんですよ。これね、本当にね、いろんなランナーの方とお会いして痛みがあるその悩みを聞いたり、あるいは私の整体院に来られて施術をしてあげたりしながらいろんなおしゃべりをします。このそもそも論なんですよ。このそもそも論がなかなかこれが選択できない。理由は何？人間だからという理由にしかもうならない。そこへしか行き着くことがない気がするんですよね。だとしたらもうこれは捨てたと。同じトレーニングの内容で痛みを何とかして取りたいと思ったら、これはね、絶対に自分一人では解決はしないと思ってください。いくらネット検索して自分はこれなんだあれなんだ、あこうしたらいいんだなんていうようなことが原因も解決法も読んだとしても、ほとんど自分一人では解決できないと思っておいてちょうどいいぐらいです。だからやっぱりその日常的に体のケアのこととか、ちょっとやっぱ相談できる人を身近に、いてもらえると嬉しいよね。だから私のおすすめとしたら、やっぱり行きつけの整体院を作られるのが一番いいんじゃないかなってそう思うわけですよ。で、私はもう奈良でね、今寮生隊員というのをやってるんだけれども、私のところに一度来られた人に関してはメールでも LINE でも電話でも気軽にメッセージ送ってきます。こうこうこんな痛みが出たんだけども、こんな時どうしたらいいとか言って、もう私はもう気軽にまたメッセージポッパッとこう返信します。そういう中からこの自分一人で解決しようとはしてませんよね。そういうところでこう整体師っていうのが役立つんじゃないかなってそう思うんですよ。例えば整形外科に行って、お医者さんと出会って、じゃあちょっと気軽に今度 LINE 送りますんでまた相談乗ってください、こんなの相談乗ってくれる先生僕聞いたことがないもんね。いないでしょ。というようなことでね、自分一人で解決しないで、
ご近所の行きつけの整体院、いいね、行きつけの整体院ってなんかいいね、なんか行きつけの喫茶店みたいな感じで、うん、そんな感じの気楽に行く整体師とお付き合いができるようになれれば最高じゃないかなってそう思います。というようなことで、病名は知る必要はない、もし知るんだったらば自分一人で何とかしようとしないっていう結論になりました。私の考えですよこれはね、ご自由にどうぞ。今日は以上です。ではまた。